まあ、おっちゃんの一人なんですけど、最近やっぱりね、こうマスターズの大会とかシニアの大会とかで、はい、割と、昔よりもこう年齢層が上がってもバスケットを楽しんでおられる方って増えてきてると思うんですけど、そうですね、はい、そのまあ年齢が上がっていくとともにもちろん筋力も落ちてきたりとか、はい、そのそういったこうシニア層というか、はい、年齢が上がってきた言い方難しいですけど大阪でおるとついおっちゃんおばちゃんって言っちゃうんだけど、はい、その人たちに向けての靴の選び方っていうアドバイスが、はい、そうですね、はい、先ほど の, あのガンガンにやられる、うん、あのパフォーマンスの高い、うん、プレイヤーの方が軽くてクッショニングのいいのを選ばれるっていうのと一緒で、できたらまあそれをおすすめしたい、それがいいって思われる方が多いんですけれども、全く逆でですね、もうやっぱり筋力が衰えてきて走ることがやっぱりだんだんしんどくなってくるっていうことが多いので、まあ軽いに越したことはないんですけれども、できたらちょっと重みのあるシューズがあのベストです。それは皆さんなんでって逆にしんどいやんって言われるんですけれども、あのハイキングとか行かれるとよくわかるのが、結構こう高い山をハードに登るのになんであんなごついブーツを履くんだ、その足をねじるからとかそういうのだけなのか、だから軽くてソールも薄くてあんまり衝撃のしないクッション材入れてここを守るだけのブーツが今普通で出てていいと思うんですよね。でもそういうのがあんまり出ない、それはやっぱりなんでかっていうと、足を蹴り出すための振り子の原理で、ちょっと重い方が足を出すのがちょっとの筋力で重いと振り子と一緒で出しやすいんですよね。うん、それがやっぱり年いっちゃうと筋力をそこでシューズでカバーするっていうのは逆にちょっと考え方の逆の発想で楽なんですよね。なので正直僕も今もずっとそっち系を履いてるので、ただデザイン的に今 NBA の選手が履いてるとかパフォーマンスのやつっていうのはみんな軽くてクッションよく作ってるんで、まあそれじゃなくてちょっとこういうまあスニーカー的なレトロモデルって言われるやつ、言うたら僕らが学生の時とか、まあ20歳ぐらいのもうキャッキャ動けた時に出てたバッシュジョーダン全盛期、そうですね、とかが今スニーカーに見えるかもしれないですけれども、もちろんちゃんとしたエアークッショニングが入ってて、それなりのこう靴の形が取れてる、それを今のこういうハイテクのやつと比べるとやっぱりちょっとパフォーマンス力は落ちるんですけれども、ただこれでも十分バスケットができるんで、重みがあることによってその振り子の原理を利用してプレーしていただくと走りも安い、ただあのちょっと疲れはやっぱりしやすいですよね、重いですから、ただこういうソールがですね、まあこれフラットやな、ちょっとこういうシェイプ、されてるのよりこういう昔のやつってベタッと、フラットなんですよね。っていうことは何かっていうと安定感がある、で一番その怪我もしにくくなるんで、そこでやっぱり大事な部分は怪我をしない体でお仕事も頑張るっていうのが大事なので、あのちょっとこういう今のっていうのも履きたいのはもちろんあると思うんですけれども、まあ一度ちょっと騙されたかなっていうので、ちょっと重いのを選んでみるっていうのも一つ手段ではあるかなと思いますね。わかりました、はい、あのそれはだから年齢的っていうよりも、例えばあんまりそこの どれぐらい30代でとか40代でとか、そうですね、筋力とかパワーとかにもよりますし、逆に、個人差あるよね、そうですね、まあ、1ヶ月にも2回しかプレーしないんだよっていう方でそこそこ筋力あってもやっぱり体が反応しなくなる、毎日やることによってのバスケットの動きだっていうのはあると思うんで、それが月2回しかしないっていうんだればやっぱ体が動きを忘れてくるんで、ってなると急に速い動きをしようっていうので軽いシューズ履いてしまうと怪我する可能性が出るんで、ちょっと重みのあるやつを履いた方が安定感があるんでね、そこの部分で、まあ、選んでいただけたらいいかな。なるほどね。はい。年とともにこう地に足のついた靴を選びなさいってことだよね。そうですね。あとはもう昔の
走れた自分のイメージでちょっとこうレトロなモデルが描くっていうのも楽しさの一つではあるかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。